今回、肉球認証はできるのかということでですね、設定ボタンを押しまして iPhone6 は、指紋認証で入ることができるんですね。でこちらの、指紋認証機能を使いまして、指紋を追加と、でこれに、猫ちゃんのこの肉球を読み込ませていくと。でこのように iPhone6 素晴らしいのが肉球であっても読み込めるようです。果たしてこれ iPhone 開くかどうかが問題なんですけども、割と、読み込んでいってくれてますね。はい、グリップの調整まで行くことができました。あとはこの肉球の余白をですね、こう読み込ませていくと。完了しました。では本当に肉球認証できるのかやってみたいと思います。じゃあこのまま、iPhone1 と切ります。はい、私の指紋ではもうまず無理ですね。入れました。肉球認証は可能です。ここの肉球に入りました。間違いなく iPhone は肉球認証ができます。